コースの上に乗っているだけでございました。じゃあいよいよ冷却しましたバルク隊で今一つ取り出しましょう。はい、じゃあ3番くん出てきてくださいね。はい、そろそろ撮影タイムかもしれません。はい、液体窒素がね滴っております。はい、上に乗せましょう。はい、どうかな。浮いてますね。本当に浮いてるかなということですね。こちらに物差しがあります。下を通してみましょう。はい、わずか2センチほどですが浮いてます。まるでね、ハリーポッターの魔法のようだけどね、違います。科学の力です。ここで今何が起こっているかと言いますと、これが超伝導体の不思議な特性の一つ、今皆様にピン止め効果というのをご覧いただいています。このピン止め効果、どういうことかなと言いますと、冷却しました超伝導バルク体がヒサの磁石の向きや強さを記憶しようとし、なんとかね、ここに留まろうという超伝導体の不思議な特性の一つ、ピン止め効果を今皆さんにご覧いただいています。これね、ずっと出てくるとね、すごく楽しいんですがね、そういうわけにもいきません。先ほどまでマイナス196度、大変冷たい世界にいましたが、今空気中に出てます。もう200度ほどの差がありますので、もうこの超伝導バルク体、もう1分もしないうちに効力がどんどん失われて普通の金属に戻ってしまい、やがてね、このコース上に落下してしまいます。超伝導体というのは冷却するということ、これがね、すごく大事な作業でございます。そして実は実際のリニアも冷却しています。どこを冷却しているかというと、先ほどの赤い枠の銀色の部分、このリニアの車体の超伝導磁石を冷却しています。同じ超伝導体なんですが、こちらはね、イットリウム系、実際のリニアはリオ物産系ですので、もっと冷却しないとリニアは走行できません。液体窒素も使ってますが、それだけだと冷やす温度が足りませんので、この内部を液体ヘリウムタンクを使いまして、マイナス269度まで常に冷却してます。そうすると中は超伝導状態といいまして、電気抵抗がゼロにあります。そこに1回でも一瞬でも電気通電すれば、これ冷えてる限りその電気永遠に流れ続けてくれる、こういう特性をリニアは利用してます。そうなりますとね、もう車両自体やることがなさそうでございます。はい、3番くん落下してしまいました。もう普通の電気のところに戻ってしまいました。そしてリニアのお話なんですが、実はリニアってね、運転手さんが中にいないんですよ。これは休憩後に営業しましても、車両の中には車掌さんはいると思いますが、運転手さんはおりません。じゃあ一体リニアってどうやって運転してるの、ちょっとね思いますね。それは線路のガイドウェイ、白い壁のようなもの、ガイドウェイをの中のトイレを遠くから遠隔操作でコントロールするのがリニアの運転に当たります。ガイドウェイは冷やしておりません。でガイドウェイの中には異常案内コイルと推進コイル、2つのコイルがはめ込まれております。そしてまずリニアが走行する部分のガイドウェイの推進コイルに高級電流を流します。 S と N をチェンジします。そうするとこの車体側の冷えた超伝導磁石の間で吸引反発という現象を起こします。 S と N はお互いにくっつけます。 SSNL は反発します。それを繰り返します。こちらで引っ張る吸引、こちらで跳ね返す押し出す、吸引反発、吸引反発を繰り返すとリニアは前に進むことが可能になります。その時点でね、リニアはまだ浮いてません。車輪走行中でございます。車輪走行といっても駆動力はあくまでも超伝導。では車輪は一体どのような役割を果たすかというと、この車体が10センチ浮くまで車体を支えるのが主な車輪役目でございます。そしてこのリニアの速度が150キロになった段階で、今度はガイドウェイの非常コールに電気誘導と現象を引きまして、そこで電気が充電されます。そこで初めてリニアは10センチ浮きます。そうなりますと、もう車輪も必要じゃなくなります。飛行機と一緒ですね。車体に車輪を格納して非常走行へと移行する、このような形で走行するのがリニアでございます。もう通常の、ね、新幹線や鉄道とは全く違うシステムで走行するのがリニアでございます。じゃあ最後の見どころでございます。これはもう、はい、また冷却しましょう。はい、2番くんで登場です。はい、またね、この上に乗せます。はい、浮いてます。今度はね、ちょっぴり少し力を入れました。少しだけ力を入れました。まだね、数ミリ浮いております。もうこうなりますと、こちらから押しましても、こちらから押しましても、しっかりここで広まろうとします。じゃあ2番くんスタートです。はい、数ミリ浮いております。はい、戻ってきました。いいですね。これはね、物が高いところから低いところに落ちる重力によるエネルギーを利
用してます。ジェットコースターと似てますね、はい、そこがね、遠心力強いです。はい、行ってきました。ここは登れませんのでお手伝いします、ね、この2月も、もうある数回でね、どんどん温まってしまいまして、もう温まってしまいますと、このコース上に落下してしまいます。しかし実際のエリアはこのピン止め効果ではないので、あの脱線しません、ご安心ください。はい、いいですね、2番分。もうあと1回行けたら100点満点ですかね。そこはクリアです。そこがちょっと危険ゾーンですね。ちょっと戻りましょうか、2番くん。はい、一生懸命ね、ここにしがみついております。はい、戻ってきましたね、はい、もう1回2番くん行けそうかな。どうでしょう、ちょっと危ういですけど、なんとか行けるかと思います。はい、無事戻ってきました。はい、もう1回行けるかな。ちょっとね、お尻がだいぶついてますが、もう今日最後の実験でございます。ちょっとお尻がね、つき気味ですけど、ついに脱線してしまいましたが、2番くんとても頑張ってくれました。もうね、ほとんどね、もう効力がないと思います。もう半分以上ついております。今日は皆様に超伝導体の不思議な特性の一つ、ピン止め効果をご覧いただきました。超伝導体というのは、癒すということがね、とても大事ということが分かりいただけたと思います。運転手さんが見えないことも一つ覚えてください。大変ご清聴いただきました。ありがとうございました。